感情は想定外のことが起きたときに発生します。そして想定外の出来事が自分にとって好ましいものだと嬉しいとか楽しいとか面白いと感じます。好ましくない想定外のことが起きると怒りの感情が発生します。例えば予想していない時にプレゼントをもらうと嬉しくなります。逆に今日は誕生日だから恋人からプレゼントをもらえるだろうと期待していたのにもらえないと、なんで私の誕生日を覚えていないのよと腹が立ちます。友達に貸した1万円が返ってこなくてイラつくのは、借りたお金を返すのは当たり前という思いがあるからです。1万円分の宝くじが当たらなくてもそんなにムカつかないのは、宝くじは大抵当たらないと思っているからです。同じことをされているのに、この人にされても大丈夫、でもあいつにされると無性に腹が立つと違う反応が出るのは、それぞれの相手に対する想定が違うからです。好ましくない想定外が起きたとき、怒りの感情が発生します。怒りを感じるというのは、想定外のことが起きたから不快感を感じているという状態です。私たちは常に何かを想定しているので、想定外のことが起きるのは当然のことです。人生は思い通りにいかないことだらけなので、イラッとしたりムカッとすることが多いのは当たり前のことです。なので、怒りを感じる自分をダメだと責める必要はありません。怒りに良い悪いの評価をする必要はありません。怒りが湧き上がってきたときは、ただ、お、今想定外のことがあったから不快感を感じていると自分に起きた現象を描写すればいいだけです。また、何が想定外か分かっていないときは、私はどんなことを想定していたんだろうと考えることができます。すると、私は時間通りに来るものだと想定していたんだと気づくことができます。そんな時は、約束の時間を守れない時もあるよね。時間通りに来れない人もいるよね。と想定を変えることで、怒りを引きずることがなくなります。怒りが発生した時、そんな自分をダメだと責めることで、さらに怒りを燃え上がらせることになります。怒りを感じてはいけないと想定することで、怒りを感じる自分に腹が立つようになります。なんで怒りを感じたくないのに怒りを感じてしまうんだと、ますます怒りが強くなっていきます。怒りは放っておけば勝手に静まっていきます。私は今怒りを感じていると抵抗せずに受け入れれば、その感情はだんだんと弱くなっていきます。ということで、怒りを感じる自分をダメだと評価する必要はないということを忘れないでほしいと思います。怒りが湧き上がってきたときは、ただ、お、想定外のことが起きて嫌な感じがするぜと自分を観察してみましょう。そして、私は何を想定していたんだと思考したり、まあこういうこともあるよねと想定を調節したりしながら、不快感が通り過ぎるのを待ちましょう。